東西、東西。一人一人は市松だけど、三人集まりゃ市松。やってきましたあなたのもとへ、しばしを空いて市松。みかんです。ポンポンです。サンポンカンです。三人合わせて市松です。前にやすきよさんの漫才で野球部でノックしてるネタがあったから、うちらも野球部の練習やってみいひん？ええー、なあ。そしたら3人でキャッチボールでもせえへん？よし、じゃあポンちゃん離れて。わかった。そうそう、行くで。って離れすぎ、離れすぎやから。聞こえない。離れすぎやからや。聞こえへんほど離れんといて。だって離れろって。限度ってものがあるやん。限度ってものが。じゃあ近くに。そうそう、もうちょっとこっちへ。こう。そうそう、ほな行くで。で、近すぎ、近すぎやから。え、だってミカ姉さんが。そんなに近かったら投げにくいから。離れて、もっと離れて。もうしょうがない。待って待って、行き過ぎ。もううるさいな。待って、近すぎ。ミカ姉さん落ち着いて。ややめて、触らんといて。やめて。なんであかんの？なんでとちゃうわ。気軽に撫で回さんといて。髪の毛が取れるわ。じゃあ、ポンちゃん、行くで。さあ、来い。えい。ほい。遅い。遅すぎ。そんな遅ないやろ。なんぼなんでも、そんな遅いわけないやろ。そう。そう？ちゃうで。そんなわけないやろ。ミカ姉さん、落ち着いて。やめて、触らんといてって。もう、ええ加減にしてや。行くで。えい。ほい。え？そっち？もうええわ。やってられへんわ。あ、投げた。投げた。名残惜しいわ、でもしょうがない。時間が来ました、市松。縁があるならまた会いましょう。またの相手、市松。